最終的には蒙古タンメン、その麻婆豆腐入ってるやつ、辛いやつも食べれるようになりましたね。そうなの。最近なんか麺がマイブームで、結構担々麺とか食べ行くのよく。担々麺とか、麺の浜駅にさ担々麺屋さんできてて、まだ行ってないんだけど、行ってみようかなって思ってるとこ。品川近いけど行ったことがない。なんかさ、ラーメン、なんだろうあれ、ラーメンスタジアム的な感じで、なんかいっぱいねラーメン屋さんがあるの、あの中本とかあるとこに。そう、結局中本ばっか行ってたんですけどそう、蒙古タンメン、なんかさセブンイレブンとかにも蒙古タンメンの冷凍のやつとか、あとご飯入れるやつとか、めっちゃいろいろある。池袋にあるからおいでよ。いいですね池袋。池袋といえば池袋ウエストゲートパークやな、私にとっては池袋。まで私が生まれた年に放送されてたドラマなんだけど、そうなの。後から見ましたね。トリデン好きでって、お、トリデンはね福岡のパルコの地下にありますね。パルコ地下美味しいよね。私もこの前初めて行ったIWGP ハマったなって。へえー、やっぱみんな世代なんや。ねえ、かっこいいですよね、オーラがねすごくて。もうあ、すごい、なんかイチゴが飛んだ今、かわいい。はい、ありがとうございます。あそこからクドカンの作品をいっぱい見ましたね。IWGP から入って、そう。逆に福岡1年ぐらい行けてないから豚骨ラーメン食べたい。豚骨ラーメン美味しいよね。よく食べます。いいぞ福岡に入ってる一元美味しい。てかね、いいぞ福岡のフードパークはめっちゃ美味しいご飯ばっかりなの。この前天ぷらお弁当だったんだけど、そのいいぞに入ってる天ぷら屋さんのお弁当食べたんですけど、美味しかった。めっちゃはるたんのアルミボール配信から来ましたやってるんや、おもろ。まあ、なんかはるたんファンの人の名前が変わったもんね。アルミ玉の名前アルタニすごい、え、やば、4時間アルミボール叩きまくったハルタンから来ました。え、なんか楽しそう。なんかさ長時間配信したいけどさ、まあ、正直なんかそんなに喋ることないかなとか思ったりするんだけど、アルミボール叩くのいいですねでもアルミボールめちゃめちゃ、どんぐらい使ったのかな、1個ぐらい使ったのかな。へえ。ハルタンライムから、あ、ハルタンが今作り終わったってことか。やってることが YouTube ねえ、楽しそう。なんかすごい、4時間ひたすらアルミホイル叩いたよ。超いいねそれ、楽しそう。なんかすごい没頭できそうというか、目なんかいいっすね、すごい。いいね、4時間泥団子も4時間かけたの。すごい。私もやりたいそれ、楽しそう。何で叩くの、トンカチとか。次福岡行ったらいいぞ福岡で天ぷら食べてみる。いいぞ福岡にその天ぷら屋さんもあるし、高尾っていう天ぷら屋さんが隣のマークイズにもある。そうなの、
高尾は私が福岡ウォーカー、今九州ウォーカーになってるかな、九州ウォーカーの取材で行ったことあるお店で、そこは天神店に行ったんだけど、それがマークイズにもあります。マークイズにもあるし、イーザ福岡にもあります。イーザ福岡は違う天ぷら屋さんで、そこもね美味しいけん食べてみて。天ぷらの平尾以外にもあるんだ。そうですね、平尾が有名だけど、高尾の方がどっちかで言うとなんか衣がなんだろうな、サクって感じの、なんか平尾の方が結構分厚い感じがするって感じの。のマークイズに明太子パスタ専門店ができた。へえ、あのあそこら辺はね本当にね美味しいご飯屋さんがいっぱいあるのでおすすめ。へえ、横浜にはあるんだ。あ、いいぞ福岡の MLB カフェ行った？バレンタインプレートのやつ。私は行ってないけど、 MLB カフェさんのお弁からお弁当のお弁当をいただいたことがあって、すっごく美味しいし、なんかめっちゃ美味しそう、ご飯がシンプルに。だからめっちゃ行きたいんですよね、シンプルに行きたい。4時間え、いいな、アルミホイル届きたい。え、どうやってやるのそれ、楽しそうなんだけど。梅茶が食堂がなくなってしまって悲しい。私もねよく行ってました、パルコの地下のさ梅茶が食堂ね。あ、ちょっとテンポつけとくか。地元奥、福岡トーク。いいぞに星ミュージアムが期間限定でできるんだね。何、何のミュージアムなんやろ、星ミュージアム、何、すりこぎ、すりこぎでひたすら、へえ、すりこぎってなんだえ、泥団子の方が簡単かな。泥団子ってどこで売ってるんだろう。なんかめっちゃピカピカなやつ作ってたよね。え、何そのさ、喋ったりしないってこと、4時間ずっと叩いてるだけってこと。スベゾン乗ったことないんですよまだ。すり鉢棒で叩いてた。クッキーとか作るやつかな。なんかマジで床とかさ叩きすぎてさ、逆に床とかがなんかきしんだりしそう。100円ショップに売ってる。あ、ずっと喋ってたよ。じゃあさすが叩きながら喋ってたよ。4時間鉄叩けば星とか作れそう。包丁か包丁とか作れそう。 包丁 DIY?3月14日九州新幹線で流れ星が走るよ。九州新幹線、なんか県外の友達とかと会うときにたまに乗ったりそれぐらいかな。九州新幹線、泥団子作成キットもあるけど、その辺の泥でもできないこともないって。え、そう、その気持ちもわかるけど、その配信するときにさ、これが外から持ってきた泥ですみたいな、ちょっとやるのかなっていうのもありますけど、確かに泥でもできそうだなって思うよね普通にね。確かに弾き語り感動しました、嬉しい。弾き語り後でやろうかなって思う。話すことなくなったら弾き語りするわ今は優香ちゃんならひたすらギターのチューニングとか4時間もう多分ね2分ぐらいで終わるんよチューニング。ある意味恐ろしく見えた春丹先生。丹春のところから来ました。すごいいっぱい丹春のところから来た人が。鶏皮大好き、美味しいですよね。うん今日は会議ないんですか。会議ってなんだ、激恥かな。今日はないの。ギターのメンテナンス配信、確かにギターのメンテナンス配信もいいかもしれない。普段さそういうとこ配信しないけど、それもいいかもしれないですね。私ねギターの弦はライブの前日
に変えてめっちゃ伸ばしまくって、そのチューニング食らわないようにするんだけど、ライブの前日にしか変えないんですよ本当に。だから本当にねもうボロボロよ弦は。最終的に9000人でした、すごい。アルミボール叩きながら見ていますあなたも作ってるんですねもしかして、すごっ。すごい同時に作ってたんだ、実践してた方なんだ。一蘭のカップラーメン出る、ね、一蘭逆に行ってないな、なんかね美味しいですよね。俺もアルミボール作ってました。へえすごい、なんかねめっちゃピカピカになるらしいよ。やば4時間はすごいな。へえ17時から叩いてます、おもろ。4時間 Be My Baby 歌いながら叩いてます。シュールやな、やば、面白いですねそういう配信も。なんかしたいな私も、いつも喋るか弾き語りするか。仕上げの磨きはしてません、じゃあ後日やるのかな。泥団子楽しそうだな、見に行ってみようかな泥団子。明日はね劇端の撮影してツイッターの企画かな、劇端のも撮影してっていう一日です。だから夜はもしかしたら配信できるかも。だから私もしかしたら夜もうなんか叩いてるかもしれん、泥団子作ったりとか。劇始まであと10日、やばいんです。そうそうそう、ショールームもいっぱいしたいんだけど、劇始がシンプルにねやばいのよ、時間がなさすぎるのよ本当に。3月26日のファイナリストライブでやること決まったのかな、確定は出てないんだけど、私がやりたい歌は送りました。そうそう、だから私さ、もし劇端の千秋楽っていつだっけ、劇端終わってからまた配信できるかな。本当はバレンタイン近辺になんか配信したいんだけどな。占いグッズにアルミボール水晶みたいなノリでね、もう投資はね何回もやってるんだよね、そっからどうみんなでレベルアップできるかっていうとこなの。ドロタン、ドロタン下混じった、ドロタンって名前つけてたドロタンか、かわいい。バレンタインはそう、バレンタインもねクッキー作り配信とかしよっかな。バレンタインクッキー作るからクッキー作り配信ありじゃない、結構ねえ、ただただクッキーを作る配信結構ありかなって思ってる。ねえそうなんです、私がね一昨年ねなんかクマのクッキー作ったんですけど、それが結構好評だったから、今年はウサギのなんかさ光めっちゃなのでウサギのクッキーを作ろうと思っております。あと凱旋もあるね、あらしいですね、コント劇のね凱旋が福岡でやるらしくて、私はシンプルにあの見るのが楽しみ、すごく。私20歳になったので、あーでもそっかご時世的なあれだけど、見に行くのが楽しみです。クマのクッキー配信見てた、お配信してたっけ、クマ作った時も、あれしてたっけ全く記憶がない。ゆかちゃんのお菓子って好評よね、ねえありがたいことに楽しいですよね、なんかお菓子作りとか。最近ね作って美味しかったのが
チーズインハンバーグ作ったんだけど美味しかったです。ハンバーグ、お肉 400g、 400もっとあったかで、2人分だと250って書いてあったかな、レシピだと。お肉 250g、 玉ねぎ1/2、今2人分の量なんだけど、お肉 250g、 玉ねぎ1/2で、玉ねぎは刻んでなんか5分ぐらいね、600ワットくらいでチンしとけばいいってなってて、あと塩、そうだからそれをなんか混ぜて塩コショウで味付けして、あとパン粉と牛乳小さじ2ぐらいと卵1つ、もう覚えちゃってるんですよねレシピを。そうで混ぜてピザ用チーズをこう穴入れて、穴開けてピザ用チーズを結構入れてこうチャッてって焼いて、ナツメグは入れなくてね十分美味しいと思います。そう美味しかったな。なあ、チーズインハンバーグと、あと最近何作ったかな、私ナスの揚げ浸しがめっちゃ好きなんよね。そうでも私揚げ浸しの作り方が分からなくて、おひたしは作ったこの前まあ揚げるだけだと思うんですけど、あと工程違うの。何分ぐらい焼くの、何分ぐらいかな、最初ね片面に焼き目つくぐらい焼いてひっくり返して蓋して、私結構なんかかっちり料理しないからわかんないんだけど、7分ぐらいかな、でも焦げつかない程度にって感じじゃない、4時間かないや灰になるんよそれは。もうでその7分ぐらいかな、でなんか竹串にこうピュッて刺して何もついてこなかったら OK らしい、透明なやつが出てきたら。私はそんなことはしなかったけれど一応って書いてあった、そういう風に。今日はカラコンはもう取っちゃったんだけど、公演してたのでめっちゃ目元が濃いです、アイシャドウ。アイパレットがどっか行っちゃった、多分ねどっかにはあるんだけど、ので今日はメイクさんのアイパレットでメイクしてみたの。こんな感じの、そうなんです。あ、なんかいちごフェア的な感じ、今かわいいギフト、サンゴさんありがとう、かわちい。大好きな友達が福岡に仕事で引っ越しちゃったから寂しい、結構遠いんかな福岡と、寂しいですよね。私も高校で、中学高校で仲良かった人たち大抵大阪か東京とか行っちゃって、なんか就職とか大学とかでそう行っちゃってめっちゃ寂しいね。なかなか会えないよねこのご時世だしね。だからさ、なんか東京と福岡、うわーめっちゃ遠いなね。私も東京にいる友達とはそのコロナ禍になる前は結構会っとったんよ。私が東京でお仕事で東京行った時になんか原宿行ったりとかしてたんだけど、今は全く会えなくて、福岡に帰省してきた時は会えるけど、そうなんですよね。だから今度オンラインでなんかしようと話してますね。でもなんかさ気軽にねえなんか言えなくなっちゃってかね、そうなんですよね。高校卒業したら友達みんなバラバラなとこで住んでてなかなか集まらない。そうね、意外となんかそんな
もんなんですかねみんな。うん、こんなコロナ収まったらまず福岡行くって決めてる。素敵。福岡はねやっぱもつ鍋かな。福岡来るってなったら県外の友達とかと遊ぶときもつ鍋食べたりするかな。いいですね。たった1年で、ユリアとはねこの前スノボ行きましたね。クリスマスぐらいかな、もっと前か。そうスノボ行きました。もつ鍋めっちゃ好きだから本場の食べたい。おーどこがおすすめかな。でも一富士とかいいですよ。あの天あのバリテロップ通り福岡トークするけど、あの天神店一富士、あの西通りなのかな、めっちゃね天神のあの岩田屋抜け、駅から岩田屋抜けてって、あの西日本シティ銀行の向かいぐらいかなに一富士あるんですけど、あそこおすすめです。そう立地が良い、しかも一富士美味しいしね、おすすめです。そうそう赤のれんの近く。おー赤のれんに行ったことがないから。全てラーメン屋ってねありますね。全てラーメン屋さんはあのとりあえず安いラーメン屋さんで300円ぐらいかな、であのラーメン食べれるとかね。うん一富士がおすすめかな。もつ鍋はそれか楽天地はなんかニラがめっちゃねこう乗ってんの。楽天地っていうのはあの楽天の楽に天国の天地獄の地で楽天地です。福岡県民じゃないのになんとなくわかる。そう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 なんですかな。楽天地も結構おすすめ。あそこもね西通りの方にできた気がするんだよね。大名まで行かないかな。結構いい感じのとこにねできてました、近くに楽天地。そうそううんそうですね楽天地。そうそうでも一富士がやっぱスタンダードで美味しいかな。スタンダードにというかもう王道って感じかなって思いますね。山中おすすめ。山中も行ったことあるかな私。山中はね何かの打ち上げで行った気がする。昔に美味しいですね。てかもうどこでも結構美味しい本当に。そうなの。えなんかコメント来てたな。喋っとったらめっちゃコメントが流れとった。うんお巡り合わせの法則DVD 見ました。お韓国の方が嬉しい、ありがとう、最高。福岡に住んでても結構もつ鍋食べ行ったりするの。今が外食ほぼしないっていうのもあるけど、もつ鍋は家でするんよね私は。でもね家でするとこもそんなに多くない気がする。マジでご家庭によると思うんだけど、一人暮らしとかしてたら絶対しないし、うちはなんだろう時々しますね。なんかお家で福岡のもつ鍋って餃子の皮とか入れるよね。そうなの、それは初耳だわ。へえ。なんかさっきからそのコメント欄でお話しされてる方がいてめっちゃほっこりする。いいですね、なんかヤフー知恵袋みたいな感じになってる。モンゴル薬膳鍋は、モンゴル薬膳鍋美味しいですよね。赤坂にあるんだけど店舗今変わったのかな、なんか綺麗になっててめっちゃ、この前行ったんだけど、この前とかめっちゃ前だけど行ったんですけど。そうなんです。取り寄せセット、おーいいですね、そういうのもいいよね。今結構どこもテイクアウトやってるから
人で行くから鍋食べたことない。そのね、楽天地西通りのとこは一人用セットあるらしいですよ。あとちなみに焼肉ウエストじゃなくてうどんウエストか、福岡にはウエストっていう安い焼肉屋さん、焼肉屋のウエストとうどんウエストっていうのがあって、そのうどんウエストではなんかもつ鍋が売ってる、 あるらしいよ、一人分のやつ、一人分からめっちゃ安いもつ鍋があるらしくて、そういつか食べてみたいなって思いつつって感じ。六本松のバイミースタンド行こうとしたら、そうなんです、お店ね閉店してるんですよね今。二の二いいね、あの赤いテーブルのね、もう誰かがストーリーに載せとったらすぐ二の二やって分かるタイプのあのテーブルのね感じので、素敵なお店です。中華料理とか全部美味しいですね、メニューが。うん、だから同世代の友達だったりとかメンバーとかとも結構よく行くお店かな。に漢字の二にの二って書いて二の二で、そうなんです。最近は本当に行ってないけど、コロナ禍になる前は結構行ってましたね。モンゴル薬膳鍋は羊肉、そう羊肉食べますね。羊じゃないお肉もあったよ。で羊のお肉食べます。なんかめっちゃ健康にいいっていうかな、ラム肉ってカロリー低いみたいな聞いたことある。冬は魚がうまい。あとはね、糸島はやっぱり海鮮丼が結構いっぱいあります。おすすめ、ランチとかでね海鮮丼行くのありかなって思います。福岡にはおでんの名店を目当てに行きたい。私おでんをね外で食べたことないんだよね、まだ。屋台が結構ね福岡あるっちゃけど、で最近二十歳になったばっかだから、なんて言うんだろう、そういう屋台とかは一回見たことないまだ。ラムね食べやすいですね、そこのラム肉は結構。うん、劇場終わりに夜遅くなった時はウエストでうどんだね。ウエストのうどん私食べたことないのよ意外と。てかうどんウエストに行ったことがない。うん、一人暮らしとかしてたら行ってたかもしれないな、もつ鍋とかね一人で食べたり。おでんだと牛すじが好き、わかる、美味しいよね。私は圧倒的にもち巾着が好きですね、おでんの具は。そう、すけさんうどん行ってみたい。最近はなんか福岡にもあるけど、北九州発祥のうどん屋さんらしいですね。すけさんうどんのおはぎをねおばあちゃんがいつも食べてる、なんかそう、うちのおばあちゃんが。かわいい、いちごかわいい、ありがとうございます。素敵。そう、お餅大好きなんですよ本当に。で最近ねなんか気づいたんだけど、私ねコロナ禍になって痩せたなって思ってたんだけど、最近お餅食べとるけんか知らんけど、あのお腹の横にちょっとプニってしたのがあるんですよ今。掴める掴めるからちょっと腹筋始めようかなって思ってるとこ今。そうなの、なんか昔は掴めなかったのに今プニっていうのがあるっちゃん。お肉のつき方ってやっぱ人それぞれだと思うんですけど、あばらは見えとるのにあのねお腹のおへその横かながプニってしてるのだからそれお餅だねって、あ、お餅がここに移動した感じか、なるほどなるほどそうなんですよ。だからそうなんだ、普通になんかお餅怖いだって。そうなんだ、だからねそうびっくりしたんですよね、初めてこんなお肉がついたのだから気をつけようと思いましたそうなんです、年重ねると肉のつき方変わる。そうなんだ、自分は全体的にプニです。ドン100キロ
さんっていう名前から確かにちょっとねプニプニさんなのかな。制服の目のアンコール衣装着るとバレそう。え、絶対そう。本当に、なんツイスト腹筋とかがいいのかなって感じですね。でウエストはね細い方なんよずっと、てかちょっと油断してたんですけど気をつけようと思いました。アンニョン。そう出かけないからね運動量がね。そうなの、私いつも夜型生活なんですよね。結構昨日アンケートとかいろいろ書いてたのもあるけど普通に4時とかになっちゃうんですよ。朝 AM 4時とかに寝たりとかしちゃうの。なんか TikTok とか見たりして、そうてか本当に生活習慣気をつけようかなって思ってて、その AM4 時ぐらいまで TikTok 見とったんよ。そしたらおすすめでさずっと見てたわけよ。したらなんかお風呂警察っていう人が出てきてなんかおい風呂入れっていうだけの動画なんですけど、それが4時ぐらいに出てきてお風呂入った。ちゃんとジムはね1回目の緊急事態宣言去年の3月ぐらいかなから行ってない気がする。3月わかんないけど、うん、そうなんです。たまに75の通知が来てゆかちゃんまだ起きとるやんなって思う。そう SNS たまに更新しようかなって思っちゃうんだけど、あ通知取ってる方いるから起こしちゃうなって思ってね、いつもあの自粛する。ギリ、あかわいい、ありがとうございます。じゃあそろそろなんか弾き語りでもしようかな。弾き語りって結構いろいろあるから、なんて言いかけてはやめて、 I love 何度もボイトレしたらお腹引き耐えられるんじゃないって思うやんか。意外とねなんかそうでもないんです。やばいっちゃんね本当にお腹がなんかねプニプニしとるのがあるととか気をつけようと思いました。なんか皮なのかな、ああれあの痩せた後に皮残るあれみたいな感じ。いやそんなはずはない、私もともとお腹はあんまつかないから今おすすめの曲ありますかいや肉ですってことそうなんです、だからちょっと腹筋頑張ります。ドライフラワー弾こう最初は。あそうユーフレットっていうサイトに書いてある歌だったら何でも弾ける、私が知ってる曲だったらって感じです。じゃあ最初ユーリさんのドライフラワー弾こうと思うけども、ちょっとギターの音がでかい説あるんだよな、この歌歌うとき。私じゃなくていいね、余裕もない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もし
しい別れでも時間が経てば忘れてく新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ変に連絡してこないでほしい。でした。ビレバンで毎日流したい流れとるよね。確かに、あのなんかか なんだろうな DJ のリミックスとなんか誰かのカバーみたいなやつと普通にバンドの曲みたいな流れてたりするよね。ビレバンあるある。最近知ったんですけどビレッジヴァンガードって遊べる本屋っていうコンセプトで始まったらしいですね。ね、確かに本置いてあるなと思って雑貨屋さんみたいな感じのテンションだと思ってたけど最初のコンセプトは遊べる本屋だったのやっていうもう最近知った。パチパチパチありがとうございます。引き、テロップ回を引き語りしてます。してみるしてみる。ちょっと雑学。そうなんです、遊べる本屋らしいです。何歌おうかな。魔法の絨毯最近もうね最近ハマったのよ。あの TikTok とかでめっちゃ流れとってガリにいいですよね。弾けるんかなこれ。あーなるほど。くだらないことで笑って何気ない会話で泣いて。おー弾けそうこれ練習したら。アラジンのように魔法の絨毯に乗って
迎えに行くよ。魔法は使えないけど、バネもないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくないんだ。うわー、これいいですね。ガリニ、ここはなんか TikTok で聞いたことある。仮に君がどんな年を重ね恋を重ねてさ、仮に君が仮にどんな年を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、めっちゃ TikTok で聞いたことあるこれ。笑って泣いて見つめ合って、抱きしめ合って愛し合って、シーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位もない、わー素敵な曲。あげたらいいのかな、女性が弾くとしたら。1234、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことみたいな感じみたい。ちょっと聞いてみよう。この曲めっちゃ好きなんですよね。しかもめちゃめちゃギターサウンドやから、練習したらなんか弾けそう。すごく今ね、あのコード表を見ながら弾いてます。なんかネットに載ってて、 U フレットっていう、なんかリクエストあったらください。仮に僕がどんな年を重ねてさ、すごいいっぱいハート、さっきミラーボールも回ってました。いちごかわいいね。あれか、バレンタインだからか。魔法の絨毯です。スノージャム歌ってほしい。お、私ね、そうなんですよ。そういえばキーボードをねずらしたんよ。なんか激端の画角でさ、失礼しました、激端でなんかこの画角使うわってなってからね、部屋をなんか改造しちゃって。そうなの、ピエンなのよ本当に。だからピアノが、おかえり、私のキーボード本当にね、激端でね部屋を改造してくれたらいいよ。本番は、本番使うのはこの部屋じゃないんですけど。やばい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 、よいしょ。こういう状況なんです。だから今そう、激端でちょっと模様替えしたの。あのあれですね、今お膝の上に置いてる。あ、やばい、私のお部屋が映る。よし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 、これぐらいかな。スノージャム、ちょっと待ってくださいね。スノー、やばい、久しぶりに携帯、あるさる、あのキーボード触る。
スノージャム久々に弾くな。これ一回ね TikTok に上げたことあるんよね。ピアノで調べて、やばい、ちょっと目が悪すぎる。本当はペダルもあるんですけどね。ペダルも今つながってるのかしら。あ、つながってる。じゃあやっぱりこうするしかないんだ。ちょっとやっぱここに置かなきゃ。迎えに行くよ、もうわずかな行けたよ。やっぱりこっちに置くことにした。リバーブ。で進まない毎日。猫が急いでいく愛情に満たされる日、二人しつかり。ダダ、Good night, sleepy. おはよう。これ。エンターをして。どんなキーなのかな。カポイチってことは1個上げってことかな。おお、めっちゃしっくりくる気がする。なんかもない。進まない毎日、あら、出た。ローティングで進まない毎日、上品が似合わないマイレディ、モーニングただただ浮ついて、日中も淡い夢を見る。猫やは急いでいく愛情に満たされる日、二人静かに。感じですね。どうせ。バカみたいだな。Good night,
スリーピーおはようの言葉を考えてはただ夢を見て恋のどの思いに蓋をして Feel you a little care about you fall 甘く溶けるスノーちゃん君を満たすスノーちゃん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  Nothing で進まない毎日上品が似合わない My Lady Morning ただただ浮ついて日中も淡い夢を見る猫やみそいでいく愛情に満たされる日二人静かにミラーボール、ありがとうございます。こんな感じですやばい、久々にピアノを触った。あと唯一弾けるのレパートリー増やしたいな。今弾けるのがロマンティックビューとザホールとこれしかないんだよね。あとカブトムシとかもかな。なんかピアノサウンドってやつ、ザピアノサウンドってやつをなんかよくなんだろうやりたいなって思いますね。大人列車はねどっちでも弾けます。なしなし車輪君が乗っているのに駅の何だっけな F か駅のホームで3秒も君は間に合わなかったと上町へ向かう噂聞いていただけどまさかこんなに急だと知らなかったよ。ロマンティック病も一時期めちゃめちゃ練習しとったんやな。ロマンティックロマンティック恋のアンテナはではなくロマンティック病弾けるのかしら。君にめくり I fall in love だけど気持ちは飛び込み厳禁どうでもいい話をして未練たっぷりさよなら次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかったぎこちないしょうもないありえない恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が問題をまるで別人のように自分から望んでいるのかロマンティック病ふわりふわり浮き
捨てて心軽くなって夢を見ればバラ色ふわりふわり浮き上がれときめきを思い出せこの想いが叶わなくても今の僕は最高だラブバルーンロマンティック病でしたノリノリな曲でいいですよねこれねうれしいミラーボールありがとう回ってましたねさっきチラ見した時にもちょっとパチパチパチありがとうございますなんかこういう曲のさなんか弾けるようになれるやつないかななんかピアノサウンドの曲ってないてかピアノの音ちっちゃくないですか大丈夫そうですかちょこっとでっくしおーヘアとワイシャツ滑舌がヘアとワイシャツと私ヘアとワイシャツと私一緒に毒飲んでっていう曲ですよねカンジャムで見たこの前練習しとく練習しとくっていうか聞いてみる聞いてみるいいですよねこの曲は自粛期間中やって私ねレッスンこのオンラインでピアノのレッスン1回っていうか何回か受けたんよそれで弾けるようになった曲なのこのイントロからもいいですねイントロからもいいよねお元気出ただってよかったありがとうえ待って私ね静電気すごいんだよおしゃれですよねこのここからもうおしゃれやもうイントロからいい曲なんか素敵だなって思う曲ってイントロからもうさもうグッと掴まれますよねそうなの。トゥトゥラララ、ララ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 ラ。3-2もうね、あのピアノで弾ける私。そうあの HKT の公式 YouTube になんかアコースティックでやってみたってやつ載っけたんだけど、それ。大人ミックスとかもやってみたんですけど声合わせたりとかそうで仮にこういう風にしようっていうのでピアノで撮ってピアノとギター撮ってエレタンに送ってでエレタンのピアノで撮ってもらってっていう風にしました 3-2 って調べたら出てくるのかな HKT で調べたらいいかデレレレンそう曲名順さでなかったらもうないってことかあなさそうあなさそう、 でもね簡単なんですコード進行は実はどんなんだっけでもう忘れちゃったけどどんなんだったっけなんてねーででで忘れちゃいましたでも A メロからは簡単なんだろうで
忘れちゃった時のメモが出せればちょっと3引くにコードってしちゃって出てくるかな。あのあれね、去年の夏に撮った映像なので、あれもそうなのよ、結構前のやつなのよ。あ、F シャープシャープマイナー、おーこれかってことは、ってことか、あ、映った。こんな感じで意外と簡単なのよ、シンプルなんですよね。で、私はこのハリ音源作った時は、私ピアノ弾けないから組み合わせて一回ピアノの音を全部作ってエルタに送って撮ってもらいました。そのまま同じのを弾いてくださいっていう形で、違う、てててててて B だ、あれてて、感じでやってたな。でも難しいな、それならギターの方がまだ弾けると思うんだよな。なんか循環コードみたいな感じで4つのコードを基本的に繰り返しとって、だからね、それさえ分かれば意外とできるっていう。YouTube に上げてくれた人が、あ、CGDEmか。みたいな感じでしたね。難しい。忘れちゃった。なんか弾ける曲あるかな。泣きながら微笑んでっていうコメントがさっき来てたので見てみようと思います。さあ差し出したさよならを、あ、弾けそう、なんか、あ、弾けそう、とっても弾けそう、なんかどっちがいいんだろうな、ギターとな。さあ差し出、差し出したさあ、なくて今なら、いい、
っとピアノで弾いてみよう。え、これピアノの曲ちょっと練習してみようかな今後。この曲めっちゃ好きなんですよね。優しさが脈を、おー、刺し出したさよならを手のひらで包んでくれ、優しさが脈を打って温かくなる、風に舞う粉雪は優しい、こんな感じみたい。めっちゃいい曲ですよね。これねずっと歌いたかったんだけどね、公演で歌ったことないですね一回も。おしゃれ E7th on G-sharp。 私ねいつもねオンコードとかのねどっちがどっちの手か分かんなくなっちゃうの。 E、いい歌。泣きながら微笑んで、じじ泣きながら微笑んで、あなたを見送りましょう、泣きながら微笑んで。
む。練習しようと思った。いいですね、これピアノに合いそうな感じで。三六話の紙飛行機はギターでねやったことありますね、ザライブっていうライブで。これは初見かな、なんか弾いたことあるかな、わかんない、初めてかもしれんし。だから本当に今はなんか練習風景を垂れ流してる感じ、このショールームで。ジワルデイズはどう、ジワルデイズは弾いたことない、調べてみよう。ジワルデイズコード、あのねシングルはね絶対ねコード表があるからね、弾こうと思えば弾けるはずなのよ、めっちゃ複雑とかじゃなかったら。だけど君は引き止められない、見つめようほどに。テレレレンテレテテン、A♯ってこれだったの？三つ目。あれ A♯ラの一個上ってことだから。感じらしい。まだ冷たい。これ原曲一回聞きたいな。こうピアノでさ一本でやったら分かんなくなっちゃうんだよね。いいよ。だけど君を引き止められない。見つめ合うほどに切なくならんだ。不意に来た来た来た。テレレレンテレレレン。どうしよう、ちょっと聞きたいな一回、ちょっと一回聞きたいな。だけど君は全然足りない。あ、動画あるかな。一回聞けば弾けそうな気がしてきた。ちょっとそばにいてほしいよか、テレレレン。本当は今でもそばにいてほしいよ。だけあ落ちた。だけど君をだけど君をひよし。本当は今でもそばにいてほしいよ。だけど君を味わるで。
これ練習したらなんか弾けそう。なんかすごい、これを初めて弾きましたね。君の瞳から、うわこれ難しいですね、弾きながらやるの。君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配、ここはなんか引っかかるんだよな。F とかに行った方がなんか、なんで A シャープなんだろう。弾けそうな感じがしました。練習しよう。だから心配しなくたっていいんだよか。もうすぐバレンタインだから、お願いバレンティーヌ聞きたい。いいですね、バレンタインといえばお願いバレンティーヌね。 HKT の楽曲といえばお願いバレンティーヌなのよ。バレ最初聞いた時、初めてお願いバレンティーヌを仮歌で聞いた時は旧劇場だったんだけど、全員劇場に集められて客席で聞いたんですよ。バレンティーヌって何って最初思ったんですけど、あシンプルにあの何っていうか、何なんだろうっていう、あれお願いバレンティーヌコードないか、あれって思ったんですけど、可愛い曲だよ本当に。バレンティーヌか、バレンティーヌじゃなくてバレンティーヌだから出なかったんだ。お願いブの方だから、バレンティ、あ出てきた出てきた、多分ね弾けそうな気がする。カッポ5になってるってことはカッポ3ってことだけど、やばい、制覇の嵐ってことは5にして、低いな。
とうございます。めっちゃ回ってる、ありがとう、嬉しい。難しいなこれ。ティリリティリリティッテ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 一生で何回くらい好きな人に出会えるのかな、こんなに切なく苦しいのは彼が最初で最後でしょ、学生服のその背中バレンティン選手のコメントが出てきた。久々になんかこんなまったり、あれテロップ消えてる、あれ、あ、あった、出てきた。最近は皆さん何の曲聴いてますか？私が最近聴いてるのはなんだろうな、ハッシュタグ好きなんだはカノン進行だって聞いたけど、ピアノですか、カノン進行なのかな、ハッシュタグ。確かに弾きますね。カノン進行って意外と何でも当てはまってするんだよね。ハッシュタグ好きなんだ、調べてみよう。好きなんだ、ハッシュカパさんか、ハッシュタグ、あれあれあれ、ちょっと思ってたのと違った。あーなるほど、キーが変わるのかしら。でれれれれ、ちょっとカノン進行かわかんないけど弾けると思います、普通にって感じ。カノン進行でも弾けなくはないのかな、多分。気なんだハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち、これカノン進行です。しじでででえまいなえまいな F C D マイナーもしくは F G みたいな。ハッシュタグハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやくこの胸
あと何がめっちゃあるこの新婚曲。あと何があるっけな。ちょっとパッと出てこないですけど、大抵の曲はそう、カノン進行。とりあえずそうなんですとりあえずカノ進行の曲が多い、うん、お隣列車もそうだ、そうそうそう、これ一緒ね、さっきのと。だ僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち、お隣列車が僕一人みたいな。大人列車僕はまた乗れぬまま見送りながら、ララ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 ラっていう。マジでカノン進行が一番なんか超なんだろう、王道コード進行って感じだから、いっぱい知っていきたいなって思うんですよね。そうなの。ねえ楽しいよね。そうそうなんです、めっちゃあるらしいよカノン進行の曲って。やっぱ子供生まれたらカノンちゃんってつけたいですか。でカノンちゃん可愛いですね、確かにね。うんうん、めっちゃいっぱいあるカノン進行の曲って。てか大抵の曲なんかいけそうな気がしちゃうんですね、カノン進行で。そうなんよ、なんかいろんなね進行があるらしい。私があの曲作ったんですけど、選挙のランクインして、その時の曲もカノン進行で、君といっぱい笑い合えるかな、この先も一緒にいらねえかな、ねえずねえずねえずっと私のそばで大好きって言ってっていう曲もカノン進行で作った。てかカノン進行しか知らんくて、高2ぐらいの時か知らんくて、カノン進行で作ろうって思って。虹色、確かに。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ、虹色の雨降り注げば空は高鳴る。なんかなんとなく予想できるよね、こういくかなみたいな。眩しい顔の手で、ララ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 ラ。
ね、あとなんか全然わかんないんですけど、F1C かな、 F1G だとどっちかわかんないんですけど、私めっちゃごっちゃになってて、なんかね右手は F で左手は G 弾くとかあるんよ。そしたら例えば、なんかちょっとおしゃれな響きになるみたいなのが結構あるんよ。コードっていうのを使うとめっちゃおしゃれになるらしいけど、ちょっと難しい、ね、もう意味わからん、なんかもう頭がごっちゃになる。だからピアノもすごいなって思うし、でもなんかどっちも難しいですよね。ピアノもなんかすごい目でわかる、なんかここあ何個離れてるなとかが。でギターってわかんないんですよね、まだ私。おすごい、めっちゃカノン進行の曲をめっちゃ書いてくれとる人がおる。さくらんぼ、確かに。進行が分かればなんか弾けそうなコードですね。初見です、ピエン、ピエン丸、ありがとうございますすごいピエン推しな方、ありがとうございます。さくらみんなで食べたのかな、だってさくらみんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれた一枚キャッチしてみたいな感じですね。ジャズを勉強すると世界広がりそう、すごい広がりそう、めっちゃおしゃれだもん、なんかジャズコードとかね、すっごい思います。もう一回ソクランボの間でありがとうございます。めちゃくちゃ痩せました。あ、嬉しい、めっちゃ痩せたの。実はなんかね、コロナ禍になって私は結構もともとなんか体育会系というかめちゃめちゃ動いてめちゃめちゃ食べる人だったんですけど、コロナ禍になって自粛期間になんか7キロぐらい一回落ちたんです。今は3キロ戻って4キロぐらいなんだけど、そうなんかあのマジで部屋に出ずにギターとピアノばっか触ってたらなんか痩せてました名前呼びながらちょっと笑うのやめてもろて、くさってこんだけかわいいピアノのアイコン。クラブハウスしないんですか。しないクラブうん、今んとこ しないな。なんか痩せ、めっちゃ痩せたって言われるんよね最近、なんでだろうな。あと大人になったねとかめっちゃ言われる。20歳になりました、実は。なんとかムーンってやつ、何ムーンだっけ。コロナ禍で増える人もいるんで、そうだよね。でも私は筋肉が落ちて痩せたみたいなとこがあるから、ちょっと先行き不安な痩せ方しちゃったって感じですね。だからちょっとこれからスクワットしよっかなって感じ。この間 HKT 劇場見に行こうとしたら星なくて諦めた。鹿児島から往復8時間かけて行ったのに。星がちょっと、なんだろう、すごい、8時間か、やばいね、それは激ヤバですね。また見に来てね。今ロビカンとかもねできなくて、今は無観客でやってるんですよね。もう忘れてしまったかなお出かけの頃に見てた。わ、嬉しい。なんかね、多分
痩せたのもあるし、なんか大人になったというか、なんていうと、よく育ち期が終わったって感じそうね、タンパク質取らなきゃね。なんかね、なんだっけな、首肩とかがトレーナーさんにやってもらった時に、体をなんか触ってもらった時に、 あなたさんは滑舌あなたはスクワットした方がいいですよって言われた。筋肉がマジでないらしい。だから本当になんかね、落ちたんだと思う、きっと。公園で筋肉戻る、そう、戻ってほしいよ筋肉本当にね。でもモバメでお化粧薄めの画像が来たら、まだ昔の面影はあるなって思う。おお、そういうのが見れるのもモバメだけということですね、きっとね、きっとねそう、腹筋もね、本当に腹筋がやばいっちゃうよ。プニプニないよ、お腹が。体重落ちたのにお腹がプニプニになったっていう、ちょっとやばい感じになってるんですね。体力落ちて感覚あるっちゃん、しかも感じるぐらいにね、体力落ちちゃったんですね。何歌おっかな、次がもう最後ぐらいかな。そう、今年成人しました。そうなの、きっとね。こんばんはフル、お、こんばんはフル。ちらっ、何弾きよったっけな、ひまわりの約束弾いて終わろう。今なんかランキングでちょうど出てきた。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、ずっと君に、うん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 、待っていて。ずっと見てると感じない部分はあるけど、ゆかちゃんと共に歩んでるなって感じてます。最高、ありがとうございますなんかちょっとポンポンしちゃったありがとうございます、最高、一緒に歩んでこう。よし、じゃあ引きます。
ラボ、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに気づいたから。ありがとうございました。よいしょ。自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。何分かな？ 53 分か。全俺が泣きました。ありがとう、嬉しい。さよならエレジー弾き語りできたらかっこいいんじゃない。確かに今度やろう。ちょっと12時で切れちゃうので配信が。そうなの。え、切れちゃうよね。うん、切れちゃうと思うので、また今度する。ありがとうございました。たまに数年前のモバメをもたまに数年前のモバメを読みなたまに数年前のモバメを読み返すといろいろあったなって思う。確かにそうだね。なんか本当にそうなんよ。皆さん、思考停止しとるんよ。ね、あのモバメいろんなこと書いてるので、よかったら見てみてください。そうなの。いろんな写真をね送っとる。でランキングを読みます。13位がかっちゃん、12位がミッキー、11位があずき、10位がヤマポ、9位がひろち、8位がリュウガ、7位がミノル、6位がスグルン、5位がサンガ、4位が MC キッズアットマークゆかちゃん、MC キッズアットマークゆかちゃん韓国ファン、そしてベスト3が3位がこうちゃん。ありがとうこうちゃん、かわいい。そのバツ丸、私バツ丸めっちゃ好き。ピューロランド、ハーモニーランドか、九州だからハーモニーランド、サンリオのにちっちゃい頃ずっと行ってたんだけど、バツ丸はいつ行っても写真撮ってくれとった。めちゃめちゃねパーク内歩いとったパークっていうかランドか、ランド内めっちゃ歩いとってから、めっちゃいつも毎年ね写真撮ってくれてたっていう印象ですっていうバツ丸との思い出をちょっと話してしまいましたが、こうちゃんありがとうございます。2位がレイニア、ありがとう、いつもありがとう、本当にキュンです、嬉しい、レイニアありがとう。そして1位がひとみ、ありがとう、いつもしっかり見てくれてありがとう。コメント、あ、フォローしました、ありがとう、嬉しい。ひとみちゃんありがとう、元気、見てくれてありがとう、とっても嬉しいです、ありがとう。すごい、小屋大さんから千両ありがとう。ひとみちゃん、いちごとかめっちゃいっぱいありがとう。クラスさん
ミラーボールもめっちゃ回してくれたらありがとう。ミナルさん、レインニアさん、ありがとう本当に皆様。カトキッチさん、ちょっと読み上げ、ありがとうございます。あ、ゆかちゃん見て元気出た、うん、ありがとう。なかなか会えない日が続きますが、絶対元気でいてね、みんな。腹筋頑張ってください。頑張る。なんか腹筋配信とかしよっかなって一瞬思ったけど、ちょっとやめとく裏でやっとく。ここみんなあったけえな。そうなの、本当に。そして私は3月末にファイナリストライブをね、千葉でするんです。千葉のとこでそれビビアン、そうそうそう、腹筋配信してましたね。さっさと就活終わらせて会いに行きたい。おー、就活か。私の2個上の代の人たちも就活みんなしとるって言っとってね。え、就活大変そうだけど、なんかなんていうと、自分をすごい分析したりするんだよね、就職って。そう、舞浜アンフィシアターです。千葉県の舞浜アンフィシアターで3月末ライブをするので頑張りたいと思います。見に来てくれる方は、てか見に来てほしいなと思いつつ頑張る。2月は激恥っていうね、オンラインの、やばい、59分ちゃんがあるんで頑張ります。見れる方は見てください。それではおやすみー、バイバーイ、ありがとうございました。またね、明日稽古です、頑張ります。またね、バイバーイ、おやすみー、グッナイ、チャルチャー、ワンアン、再见、バイバーイ、 See you、 バイバーイ、おやすみー。